はいどうも、妖怪三国志クイントリオズ今回もやっていきます。スコアタックね、前半戦黒龍が終わろうとしてまして、黒龍はね弱点水があったんですけど、前回のスコアタの黒龍は後半あの弱点なかったんで、新しいなんだっけ、なぎなたじゃなくてイザナミは弱点ないんじゃないかな。私コメントでそういえば教えてもらって思い出したんだけど、そう、前衛でも武器、武器を使えば水攻撃できたんだな。すっかり忘れちゃったけど、まあやり直すパワーもないんでという感じですね。まあ一応金貨はいっぱい稼いだんで、土日でね、まあこれでやろうかな。まあ交換は後でやっとこうかなと思います。まあ一応もう終わるな。黒龍は3凸できたんで、もう目標は達成したっていう感じはありますね。一応サーバー2のランキングはこんな感じで、ミッションがね前半と後半変わるんで、デイリーの方はね、なんでそこがポイント、あと回復するんだよね。なのでそういうとこですかね。150以内入りたかったけど、まあいいや、特攻あんのにな。もうそろそろきつくなってきたかな。はい、そんな感じです。じゃあデイリーミッションで、おそらくね、なんか1000万スコアとかで、誰だっけ、新しいイザナミゲットになると思うので、あのイザナミもなんかモブキャラと思ったらプニプニで全然かすりもしなかったから、あれ確認したら ZZ ランクだったね、プニプニでね。なので、はい、十分なキャラでございました。ということで後半戦ね、始まりますね。はい、ということで、体力ね、回復しているので、またやっていきましょう。ということで、後半戦開始。後半戦はイザナミクローン。それでは仲間になった時の能力表紹介ということでね。混乱サボりか。どういうこと？今更混乱サボり来てもな。お祓い、打ち消し、陽気ゲージ、減少系ですね。水、混乱サボり。なるほどね。はい。じゃあ早速やっていきましょう。今25しか体力ないですけど、もう一回やれば前のね49に戻りましたと。でイザナミクローンが、なるほどね。でおそらくこれオーガストライク前半交換したやつは、この日付書いてあるやつは前半共通なのかな。あ、でもアイテムは違うか。はい、これ超ガチャチケットはもう交換できないね。という感じで、まあ前半戦交換した黒龍はこっちにはないけど、前半戦は前半戦の金貨って感じですね。イザナミクローンも金貨の力でね、まあこれは土日になったら金貨アップがあるので、そこでって感じかな。で、一応またスコアとね、デイリーミッションが新しくなって、うん、またね、ここでもゲットできるし、今度はね、ミッションが、あ、なんか全部5になったね。まあちょっとこれをね、やりながらやって、いきましょうか。相手がニョロロンなので豪傑でやろうかな、最初は。あ、相手がニョロロン、そうだね。まあニョロロンでもいいか。リュータがいるからあれだけど、まあ豪傑からやったら無難かな。で特殊ボーナスがね、こうやってね上げていけるので、うん、なんかそんな感じですね。あ、で黒龍が特攻に追加されたんだね。なので黒龍が入れて戦った方がいいかな。じゃあ最初、うつら影でやった方がいいかな。うつら影で前半、あれ前半の分は多分、今はちょっと見えないんですけど、ログイン入り直したら多分、あれかな、前半の順位出るかな。じゃあ、うつら影で戦おうかな。あ、うつら影もないのか。じゃあ、豪傑のミッションが一番楽そうなんで、豪傑のミッションからやっていこうかなと思います。まあちょっと武器がないので、豪傑はね、転生が5体いるので、もう楽勝じゃねえのっていうね、なんかそんな感じはするけどね。土の群馬神なんだっけ、まあ、こういうのもね、土の群馬神とか合わせてやった方が、あ、もう薄らかけじゃねえんだな。ニョロロンか。ニョロロンといえば、孫昌光ちゃんか。攻撃の群馬神。孫昌光ちゃんが、あれ俺ニョロロン、あ、不思議だった不思議つけてた。超加護が、超加護ないけど、あれか、加護があるか。あとカーンとかだね、ニョロロンはね。ニョロロン不思議ないんだね。はい、カーンとかですね。まあいいや、ちょっとやっちゃいましょう。
とりあえず豪傑ウッパを、ブリー隊長使えないからちょっとあれだな、なんか1体ぐらい光栄も入れとくか。でもいっか。これ全部攻撃の群馬神だな。まあこんな感じでいいか。とりあえずやってみましょう。100万だしね。で、あれなんだっけ、1000万スコアとかで、あ、そうだよね、100万スコアで、そっか、イザナミゲットになるから、ちょっと最初1000万スコア目指しちゃおうかな。あ、違う、1500万か。あー、まあいいや、ちょっととりあえずやっちゃうか。とりあえず後半戦やっちゃって、いや、でもいいや、一回ちょっと1000万スコア目指しちゃおうかな。前半、ちょっと目指しちゃうか、最初から。とっととやれよって感じだね。あ、苦手雷あったんだ。じゃあ、冬にゃんですね。勇まし雷といえば。勇まし豪傑。冬にゃん大活躍しそうですね。冬にゃんいいですな。冬にゃんいて、冬にゃんアタッカーにして、で、さっきの雷だから、さっきの、こいつそのままニョロロンだけど、まあいっか。ニョロロンは攻撃のグマシンでね、普通につけられるけど、まあ龍太ちょっとなんか焦っちゃうな。勇ましまた前衛だからな、相手ニョロロンだから、ちょっとこれは外して、この子は外して、勇まし豪傑のバフって他になんかいたっけ。リュータ、あ、そっか、スノーラビーでいいか、今度は。これでいこう、スノーラビーでいこう。スノーラビーで、氷だけど、いっか、これで。はい、ちょっとニョロロン。で、冬にゃんに一応装備ね。で、さっきも言ったけど、雷装備が、なるべくつけると、まあ、これ、冬にゃんはね、別に普通に、これでいいと思うんですけどね。揚力アップ。攻撃速度は持ってたっけな。ああ、この辺いいのつけちゃいましょう。で、多分ね、悪い取り付きとかやってくると思うので、ちょっとその辺を回避しつつ、ニョロロンアップよりもクリティカルでいいかなっていうね、感じで、クリティカルつけて。行きましょうか。いきなりやられたりしてね、ちょっと最初から1000万目指さなくていいか。まあいいや、どっちでも。7にしちゃうかな。あ、フビュニャンとで、リュータもなるべくね、これまあリュータはこれでもいいか。リュータはせっかくなんで雷のね、でなるべくみんな雷の装備をつけるとよかろうもんってことで、雷装備つけちゃうか。まあでも陽線はいいか。ちょっとこの辺陽線とか、よいしょ、こっちつけちゃって、アタッカー系で、こいつはこれも氷じゃなくて雷のね剣をつけて、これでいきましょう。よし、じゃあレッツゴーだな。これでいいかな。で、あとこれが、容器上昇にすっか。まだ鍛えてないんだよな。本当はね、ニョロロンのね、あれをつけたいんだけど、まあそれはいいや。はい、じゃあ行きましょう。まあせっかくね、アイテム使用3つがあるんで、アイテムいきなり使っちゃいましょうか、3つぐらい。いきなり危険かな。まあいいや、やっちゃいましょう。
1500万ぐらいすぐ行くと思うんだよね。で、甲冑さんにします。あ、ぶつかれて早かった。うぜー、飛びつきがいっぱいで発動しちゃってるよね。いいね。まあね、いきなりやんなくてもきっちりね、あのミッションクリアしてダメージダウンとかダメージアップとかね、あのやってからの方がいいけど、まあいいんじゃない。あ、ここも炎竜とかだね、黒竜とかいてめんどくさいね。必殺使わないでくれ、使わないでくれ、お前ら次で使ってくれっていうねあ、切ればいいんだ、これ切れるな。まあいいや、冬にゃんが残ったからいいや。さあ、ボンちゃんよ。1500万いっといて、ゲットしたいか。あ、螺旋がいる、めんどくせえ。結構めんどくさいやつつけやがったな、チキショウ。ただ、順番はこれでよかった。さあ、螺旋来る。螺旋来る前に打っていきたい。ただ、螺旋は、花公園じゃないと。うわ、螺旋食らった。でも弱かった。螺旋は耐えちゃうからな。無属性がいないから螺旋がいきなり倒せないかな。あ、防衛攻撃ありますね。ちょ、避けとくか。前回は2回ずつ攻撃で前衛後衛でやってたけど、なかなか前衛後衛なんだ。全然見えない攻撃が来てるから。めちゃめちゃ当たってる。さあ、これで全体攻撃は食らうやつ。お守りしてても大丈夫だった。やっぱ雷の武器つけたらすごいガシガシ当たってんな。まあ、今回相手がニョロロンなので勇ましご決ってみんな強いと思うんでね、めちゃめちゃダメージだな。冬にゃんいるから正直1個あれだよね、雷だからつくよみ、将棋つくよみ使ってもいいかなっていうところだけど、まあちょっと相手がニョロロンだからあんまりプリチポカポカ使いたくないね。うん、さあ、特に前衛来た。一応避けたけど、なんか一応大体2回ずつでそれぞれ専用攻撃来るけどね。超過去今んとこなんだろう、打ち消し来てねえかな。スノーラビもいるので一応打ち消しガードもね、あるので、超打ち消しが来なければ。あ、クイニャン来た。結構モーション遅いね、避ける余裕が。さあ、召喚ゲージ減少食らって、でも超過護が減らされてないから超打ち消しまではないな。さあ、たたりつつドガン。うん、これの後に前衛攻撃かな。なんか楽勝でミッションクリアできそうだね。これはみんな1億点いくんだろうな。うん、とりあえず1500は達成したんで、ミッションは全部いけそうなのと、まあ避けなくても今回周回良さそうなんで、
いいですね。あとはちょっと土日の金貨アップに向けてミッションをねクリアしとく感じかな。アイテムも使っといてよかったかも。やべ、避けろ。ああ、避けれた。勇まし豪傑たちは優秀なのかな。移動が早いのか、何なんですかね。攻撃速度速いから次のモーションにもなかなかなんない。さあ、一応攻撃食らってみましょうか。一回何が来るんだろう。お守りが一応貼ってあるけど、なんか来てたな。残り7ぐらいのとこで攻撃来てたな。クーニャンじゃなくて良さそうですね。クーニャンじゃなくてバフで良さそうだな。クーニャン全然雷じゃないじゃん。なんだの、どうしたのクーニャン。さあ、延長しないでいきます。とりあえずいきなり6000万点はいきました。6759万。まあ1億はね、フルアタックしたら楽勝かなっていう感じかな。一応残り7秒のところの後衛攻、前衛攻撃はちょっと避けちゃったから見えなかったけど、まあこれもちょっとなんか特に気になる、なんか混乱系がないか、ないと、あんまり気にする必要ないっていうかね、なんか普通に、ただの周回でいけそうだなっていうね、感じですね。冬にゃんが、食らったのは何だったんだろう。イザナミクローの行動、これか、打ち消ししようとしてんだ。あー、だから普通にしてたら陽気ゲージ減少されて打ち消しか。陽気ゲージ 50% 減少痛いからな。やっぱ避けた方が良さそうだけど、通常周回では避けなくていいかな。普段はちょっと、あ、普段は避けなくていいけど、本番の時は避けないとちょっと陽気ゲージ 50% も減らされちゃうので、あれですね。ダメージはフーニャン全然ダメだね。フーニャン首ですね。これをバフに変えて、はい。勇ましだから、どうしようかな。連覇じゃねえや。うん、攻撃速度アップ系にしようかなと思います。やった、今2位だ。金貨はね、1万5000なんだよね。だから周回は今回は金貨アップをね、きっちり使ってやりたいかなと思いますね。はい、ということでフィーバーバトルも来てくれて、まあ1億点というより私レベルだと大体これのね3倍ぐらい。あー、でも今アイテム使ったか。じゃあ2倍として、まあミッションもこれからクリアするからね。なのでまあ1億3000ぐらいかな。はい、ということで以上ね、ミッションクリアしたんでゲットしていきましょうか。まあ、この辺のねあれはやっといてください。じゃあこれでイザナミゲットしちゃいましょう。もういきなり2凸できちゃうね。あ、1凸か。はい、ということでね、イザナミクローンを獲得しました。まあ今思えばね、プニプニでは ZZ ランクでしたね。はい、でかつちょっとね、結構ごめん、長い動画になっちゃったけど、一つもできちゃいますよと。味方が混乱を使用した時クリッチの陽気ゲージ減少とか、まあ結構強いんだよね。3凸でやっぱ2つくすねるかなり強いので、で4凸からね、いつもの最近のイベント妖怪のあれになるので、まあ自分の得意種族に強いから、まあイベントでねどういう風に使えるか楽しみにしたいかなと思います。雨の時1500アップ、まあ最近来ないけどカスタムバトルもいいよねっていう感じ。水属性のニョロロンね、お祓い打ち消しいいね。減少系ですね、 40% 減少。敵全体を混乱サボり、まあちょっとこれ拍子抜けだけど、うん、という感じ。あとは転生スキル水アップ、これも結構いいよね。はい、なんでニョロロンイベントで活躍しそうだなっていう感じですかね。で一応入手方法としては、イザナミクローンね、はい、これね、さっきの順位報酬とか、まあ、ほんといいな、命中クリティカル。あとデイリーミッションでね、最大400ゲットできるので、3凸いけんな、ミッションで2000で、金貨交換所で4000でしょ？あと金貨で2000交換できるから、
まあ、2400として、まあ2凸いけるね。順位で入れば2凸いけんだ。2400だからギリギリ100足りなくて、ランキングに入らないと2凸できないんだそんな感じだね。はい、なんでという感じですね。まあ前半もたくさん稼いだけど、まあ後半もいいかな。はい、そんな感じで特攻はね、黒龍がね加わったんで、キングカップもあるんでね、周回では黒龍使いたいなと思いますね。はい、という感じで、一応まだ出てきたかな。あ、出てきたね。で、金貨はここから交換できるので、前半の部分、まあ、この辺、黒龍とかはね、もう全然交換しちゃって、700万稼いだから、全然黒龍もね、楽勝で交換できて、絆箱はどうなんだろうな。絆箱は、これはこれで前半は前半なのかな。ちょっと1個だけ受け取ろうかな。絆箱は、まだ3位だ。やった、世界3位。絆箱は、あ、そうだね、前後半別だね。なんで絆箱は別なんだな。オーガストライクは共通だね。はい、そんな感じで、まあ一生懸命ね、金貨稼いでなんとかね、順位あ、これは入れるけど、うん、順位入って2凸ですね。2凸で終わらして、次のねスコアターンの時に3凸とかって感じかな。はい、そんな感じに思えてきましたね。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。ミッションね、少しずつこのミッションをクリアして、まあぜひね、イザナミゲット頑張ってみてください。そして土日がキングカップなんでね、土日キングカップ頑張りましょう。あとはごめん、ちょっと大事点も見させてくれ。イザナミのステータスもうちょっと見たい。前衛だったっけ、イザナミ。あ、やっぱ強いな。潜在能力強いね。力強い。あと回避と守りも高いね。攻撃速度も速いし。いいね。ただなんで超混乱、超サボりとかじゃないのかなってなるけど。でもお祓い打ち消しあるって前衛だから、結構使いやすいな。結構使いやすいと思うな。で、プリポカあるから、イベントでね。プリチーは基本的に火が得意な妖怪が多くて、水が苦手なんですよね、ジバニャンをはじめ。だから、結構、こういう妖怪が多いんですよ。火が得意で水が苦手。だから、かなり、出番があるんじゃないかなと、個人的には思います。このイザナミね。なので、ぜひね、アタッカーとしてね、使う機会が、なんでこんな優遇されちゃうんだっていうのはあるけど、うん。なんかそんな回避にしますね。回避もナンバー3だしね。守りも1軍1枚目にね、いるんで、かなりいいんじゃないでしょうか。はるか昔、滅竜隊の総隊長を務めたイザナミクローン。クローンゆえに意志を持たず、数多くの滅竜を育てたという、その剣を容赦なく振りかざす。なんか最近、黒竜のちっちゃい子がクローンできてるけど、なんか普通に意志を持ってる感じするけどね。でも水溜め 5% アップもかなりいいんだよな。なので、はい。アタッカーに育ててね、ぜひ将来的には5凸させたいなという感じですかね。はい、じゃあ今回はこんな感じにしましょう。あ、2凸 ?2 凸はいけて、ごめん、さっき間違えたね。2凸は簡単にできて、3凸かはできないんだな。ごめんごめん、計算間違ってんね。ちょっと動画長くなっちゃったけど。そうだね、2凸はできて、3凸ができないんだな。はい、2凸簡単ですね。ギリギリじゃなくて、2凸は1500だから普通にできますね。はい、そんな感じですね。3凸いったら強者って感じですかね。はい、じゃあすいません。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。楽しみですね。使えそうですね。